シンプルですよね。わかりやすいし。5分経ってないですね。あっという間に通知が来ました。どうも皆様こんばんは。セゴリタ3世でございます。さあ、今日ご紹介するのは、エアロです。エアロご存知のね、方もいらっしゃると思うんですけど、各国の eSIM っていうものを提供している会社です。世界で1000万人以上のユーザーがいるこのエアロはですね、各国の eSIM っていうものを提供することで、楽しかった海外旅行の後に待っている、びっくりするような、まあ、高額なローミング料金ですよ。そちらがないようにね、まあ、解決してくれるっていう eSIM ストアになります。エアロの eSIM があればですね、200以上の国または地域ですね、そちらのデジタルデータパックっていうものをダウンロード、そしてインストールしてですね、異国の地に降り立った瞬間ですね、世界中どこでも接続できるというものです。ようやくですね、まあ、コロナも明けまして、国内はもちろん海外ですね、外出したいな、旅行したいなって思ってる方もね、多くいらっしゃると思います。僕も先日ですね、アイルランド行ってきましたよ。日本だけではない広い世界を見るってね、本当に楽しいものなんですけれども、一つ注意していただきたいのがネットです。ネットがないとね、マジで何にもできないんですよ。例えば電車とかバスですよね、そういったものの時間を調べるっていうことはもちろん、タクシーを呼ぶっていうことすらできないんですよ。じゃあ空港でですね、 SIM をレンタルすればいいやって思うとですね、めちゃくちゃ広い空港の中を行ったり来たりして、レンタルできる店を探したりとかで、もちろん物理的にピンを挿して SIM を入れ替えるっていうだけでもね、ポロッと落ちちゃったりなくしちゃったりとかっていうリスクもあるんで、非常に大変。そんな時に便利なのがこのエアロの eSIM。 めっちゃ簡単に使えるんで、まあ、実際にね、見ていきたいと思います。まずはエアロのインストールなんですけれども、アップストアとか Google Play とかでね、このようにですね、エアロと入れていきます。出ました、エアロ eSIM 旅行とインターネットということで、こちらをですね、インストールするわけですけれども、評価がね、えぐいんですよ。これ6168件で星 4.6 なんで、いかにユーザー数が多くって使いやすく、まあ、高評価なのかっていうのが、ね、すごいよくわかるかなと思います。実際の画面こんな感じでね、このインターフェースもね、めちゃくちゃ優秀、すげー使いやすいです。これまず上、旅行したい国を検索ですね。どこでもいいんですけど、まあ、入れたい国を入れる、まあ、もしくはですね、人気の国っていうことで、このように日本、アメリカ、タイとか国旗と名前が並んでるんで、見つけるのもすごく簡単ですよ。バーっと並んでいます。でこれあくまで人気の国なんで、まあ、もっとマイナーな国行きたいっていう場合はここ入れればいいですし、なのでまあ見てわかるように、アメリカとかタイとか、まあ、ベトナムとかね、ほんとめちゃくちゃあるんでね、いやいや、これじゃ足りないよと、1年かけて大陸を移動するんだなんていう壮大な計画、まあ、ロマンを持ってね、そのような旅をされるっていう方もいらっしゃると思います。そんな時にはですね、こちらのタブの複数国の eSIM ですよ、こちらをクリックすると、このようにアジア、アフリカとかヨーロッパっていうことで、大陸で契約するっていうこともできます。例えばヨーロッパですよね、21カ国全部回るんだっていう場合にも、このようにですね、ここから選んでいくということができるわけですよ。しかも価格もね、まあ、ベラボーに高いわけではないので、でいやいや大陸じゃ足りないよと、俺は世界中回るんだという方もいらっしゃると思うんで、そういう場合はこのグローバル eSIM ですよ。これは124カ国ですよ、100カ国以上使えるっていうプランなんで、こちらもですね、値段はそんな大きく変わんないんですよね。ここからバンと選んでいく、で足りなくなったらですね、追加するっていう方法を取れば OK です。では実際にね、インストールしていきたいと思います。そしたら韓国、日本のね、お隣の国ですね。 K-POP とか、あとは美容とかですね、そういうのが盛んですから、行きたいなと思ってる方も多くいらっしゃると思いますけれども、このように韓国の場合にはですね、10日間と30日間のプランがあります。で韓国の場合はですね、データがね、無制限なんですよ。これマジでかいなっていう風に思うんですよね。なので10日間であれば32ドル、30日間では62ドルっていうことで、まあ、長くですね、旅行する場合はこんな風に使うということもできます。でとりあえず10日間32ドルですかね。でガンガン使いたいとっていう場合はここを選んでいくわけです。でここね、注意していただきたいのが、データ無制限なんですけど、1日のデータ通信量ですね、それが3ギガを超えると通信速度は 5Mbps に制限され、低速化されます。なので、まあ、日本にいる時みたいにですね、 X だ、インスタだ、 TikTok だっていうので、まあ、YouTube をはじめ、まあ、いろんな SNS をガン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 見てると、あっという間に制限がかかってしまう。まあ、もちろんデータ無制限なんでね、
追加でですねチャージをするって必要はないんですけど、いざ使う時にちょっと遅いということが発生しますんで、そこ注意してください。で、利用できるチャージパッケージっていうことで、まあチャージパッケージはね無制限なんでないですけど、ネットワークとか、あとはデータ専用になるんで通話とかそういったものは日本で契約しているものということになりますね。で、ピクセル端末にもね対応してないっていうことで、まあここ注意していただきたいので、で、本人確認ですよ。個人情報ですね、そちらを収集とか処理共有することに同意しますよっていうことで開始をします。そしたら僕の身分証明書ですね、こちらをスキャンする。で、次は顔認証ですよ。実際の顔とね照らし合わせるわけです。こんな感じで、で、このように書類にはね審査が入りますんで、ちょっと待っていただければいいっていうことなんで、まあ日本を立つ前ですよね、あらかじめですねアクセスして使える状態にしておくとよろしいかなというふうに思います。で、こんな感じで待ってですね、戻ってきて使える状態になってですね、国について開始を押せば OK というですね、非常にシンプルなもので、現在使用中の eSIM っていうことでギガの残量であるとかそういったものもここに表示されます。で、終わったものはですねアーカイブされた eSIM ということでここに記載されていくことになるんで、パスポートのスタンプと一緒ですよね。この国行ったんだっていうことで、まあ、思い出としてですねここを保存するっていうこともできますし、シンプルですよね、わかりやすいし。あ、出ましたね、いいお知らせです、書類が完了しましたということで、どれくらい ?5 分経ってないですね。あっという間に通知が来ました。で、このようにですね購入できるボタンが出てきたので、ここ購入すれば OK ということになります。ここにも通知も来ましたね、書類の審査も OK ですよっていうことでメールも届きました。なので、もうこの状態でですね購入すればいつでも使えるっていうものなんで、日本を立つ前にですねやるの忘れてたと、まあ、出発まで2時間ぐらい前に皆さん着きますから、その間にパッパッパッとやっておけばですね、このように簡単にですね eSIM を追加することができると。あとはこれね、こんな感じで無料クレジットをしようっていうのもあるんで、僕専用のですねコードもいただきましたんで、2024年12月15日まではですね使えるコードが僕の概要欄にリンク貼ってますんで、こっちよりも僕のクーポンの方が安いらしいんでね、ぜひそちらねクリックして見てみてください。エアロのですねまとめ言っていきますと、まずインターフェースがめちゃくちゃ使いやすい、複雑にあれこれとかやたらカラフルで見にくいとかではなく、非常にシンプルでパンパンパンと選びやすいですよ。で、書類の審査もですねあんな感じでめちゃくちゃ早いです。あれね、特に打ち合わせも何もしないですよ、ガチで今やってこのスピードで来たんで、出発前にですね、まあ、仕事をうちもそうでしたけど、バーっていろいろやってやり残したことないかなーってふーって言って、あれやってないこれやってない結構あると思うんで、すぐに審査が完了するというのも非常にメリットです。あとはまあクレジットカードと連携しちゃえばですね、パンとすぐにですね使うことができる。で、もちろん各国ですよね、まあ1カ国しか行かないっていう場合には自分の行きたい国ですよねを選んでいただければいいですし、大陸間ですよね、ユーラシア大陸とかね、そういったところ横断したいんだとかね、これでバーっといろんな国使うことができる。あとは空港でですね、あれこれ歩き回ったりとか、レンタル eSIM の会社を探したりとか、まあ、そういった手間がないんで、例えば料金どうなるんだってキャリアに問い合わせたりとか、新しい SIM カードっていうものを物理的に購入して入れてとか、また海外旅行中は電話番号はそもそも変わっちゃうんで LINE が使えなくなっちゃうとかね、複数の番号を使い分けたりとか、そういう手間もないんで、ただアプリを入れてクレジットカードも入力して書類審査をして使いたい国をポチをしてダウンロードインストールすれば OK です。日本で契約したキャリアのローミング料金ですよね、そういったものもかからないんで、根本的にお金もですねググッと節約することができる。またエアロはねデジタルソリューションなんで、パッケージとか郵送とか物理的な SIM カードを配布、まあ、もしくはそれもらってね期限切れたらね破棄すると環境にも優しくないわけですけど、こんな感じでですねもうすべてスマホで全部終わるんで環境にももちろん優しいと。なので海外旅行においてはですね必須な eSIM じゃないかなっていうふうには思います。でね、これね注意点がありまして、さっきも言いましたけど通信速度ですよ。今 X 見ててもインスタ見てても動画ガンガン流れてくる時代になったじゃないですか。で、暇だなぁと、フリー Wi-Fi とかも繋がずにですねこれでガンガンいろんなものを見てるとあっという間に速度制限がかかる可能性があるんで、そうならないように注意していただきたいのと、あとピクセルとかね対応してない端末っていうのもありますんで、事前にですね、まあ、確認していただけるとよろしいかなっていうふうには思います。でもそんな感じで、まあ、すごい使いやすいし非常に人気になる理由はよくわかりますよね。なのでこれから海外旅行に行く予定があるとか eSIM とかよくわかんないっていう方、僕の動画の概要欄にリンクがあるんでぜひ試してですね使ってみてください。それとこの動画が面白いと思った方、高評価はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日、さあ